私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はインフルエンザはこの冬大流行するのかについてお話をします。日本医師会の会長がですね、会見でインフルエンザが同時流行というのを懸念しておられるという報道が出ました。このビデオの用紙ですが、インフルエンザウイルスは夏はどこにいるのかと、 日井会長、インフルエンザとの同時流行懸念の報道。そして、インフルエンザの流行パターンが2019年からすでに変化していたということと、コロナと同時流行するのかどうかも考えてみたいと思います。そして、インフルエンザと酸化ストレスについても説明をいたします。まず、この朝日新聞の記事ですが、インフルエンザ夏はどこへ という報道ですが、えー、冬場ですね、寒くなるとウイルスから体を守る免疫の働きが弱まって感染しやすくなると。で、えー、しかし夏の間ですね、ウイルスはどこに行っちゃうのという質問があるんですが、えー、夏の間も患者さんがゼロになるわけではありません。2019年の夏には一番少ない時期でも1週間に900人くらいの患者さんが報告されていました。 とということなんですねですから、えー、急にインフルエンザがシーズンになって出てくるんではなくっていいかと思いますさて、えー、こちらが10月6日の報道で日本医師会の会長が、えー、コロナ第6波に向けた具体的な対策ということとインフルエンザとの同時流行懸念ということになっています。 コロナの感染対策をとっているので、今期も流行しないという見方がある一方で、まあ、昨シーズンに流行しなかったから免疫を持たない人が増えて、インフルエンザが流行するという見方もあるということなんですが、これについて考えてみましょう。まず、7月21日に出された CDC の報告ですが、年内でコロナの PCR 検査を中止ということで、 コロナとインフルエンザの検出と鑑別を容易にすることができる多重化法の採用を検討することを推奨します。ということで、えー、今年インフルエンザが流行るだろうというようなことも記載されてありました。日本では8月13日にですね、新型コロナウイルスの抗原とインフルエンザウイルス抗原を同時検出する迅速検査キットが製造・販売・承認、えー、されていまして、えー 現在ではですね、アスクルなどで購入ができるようになっています。さて、インフルエンザの患者の報告数を2015年からグラフにしたものを見てみましょう。通常の年ですとですね、1月以降に患者数がドンと増えて、2月に入ると減っていく。 というパターンですが、えー、2019年の黒い折れ線グラフを見ていただきたいんですが、2019年は以前と変わりまして、1月からあまり患者さんが増えずに減っていくというパターンをとっています。そして2020年は0の上に横線が引いてあるだけになっています。と申しますのも、このグラフの縦軸は、えー 30万人が一番高いところで、非常に多くの感染が通年はあるということです。そして、2020年から21年シーズンはですね、8月31日から2月14日までの全国の累計患者が1000人となって、まあ、24週かかってようやく1000人を突破した。つまり、えー、累計の患者数はですね、昨シーズンは1000人少ししかいなかったということです。 このなぜ8月31日から統計を取るかというとですね毎年決まった期間で統計を取らないとデータとして使えないからでして基本的に8月31日からの1年間というものを日本では採用していますコロナではこれをやっておりませんので年次ごとのデータがわからないという状況になっています それでは、今シーズンのデータを見てみましょう。厚労省の報告で、9月6日から26日の3週間の累計数を見ることができます。そして、昨年のシーズンでは10人も患者さんがおられたんですが、今年は4人ということで半分以下となっています。インフルエンザ感染推移をまとめてみましょう。2019年から感染パターンが変化していて、これはコロナのウイルス干渉かもしれません。 2020年から21年シーズンは感染者が1000人少ししかいませんでした。そして、この9月6日から9月26日の3週間累計を見ますと、昨年は10人、今年は4人ということですので、今年インフルエンザの感染が大流行するのかどうかというのは皆様でお考えください。そして、コロナとインフルの検査キットが本当に今シーズン有用かどうかも皆様お考えください。 そして今年インフルエンザワクチンの必要性があるかどうかという点も皆様でお考えください。さてインフルエンザの感染での死亡リスクをまとめた論文が2011年に出ています。そして死亡リスクの最多なものは高度肥満でその後脳卒中糖尿病脳神経変性疾患喘息アレルギー疾患妊娠と続いてまいります。 そしてこの1から6まで全てが血液中の酸化レスが高くなっているということにご留意くださいさてインフルエンザ感染での死亡リスクで最も高い肥満について少し見てみましょう BMI という肥満指数が30以上の方はですね死亡リスクが1.5倍そして40以上これは日本人ではあまりおられない かもしれませんが BMI が40以上の肥満の方というのは死亡リスクが36.6倍ということでいずれにしても肥満とか糖尿病というのはですね酸化ストレスが上がって死亡リスクが高いというふうに考えていただくと良いと思いますインフルコロナに負けるなということで酸化ストレスを下げるのが重要だと考えます皆さんでできることとしては禁煙大量のお酒を飲まないこと 肥満糖尿病のある方は糖質制限をするということ十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効と考えますまたエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えていますこちらが抗酸化研究室についての情報です